坂口学与は、日本の政治家、元衆議院議員。東院学園高等学校、1994年3月に、東京理科大学理学部物理学科を卒業し、1996年3月に、東京大学大学院理学系、研究科物理学専攻修士課程修了。1996年に、ジャフコに就職。2002年4月からは、 イノベーションエンジン株式会社のベンチャーパートナーや、ラティステクノロジー株式会社の経営顧問、つくばリエゾン研究所株式会社の顧問などを務める。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に民主党公認で山梨2区から立候補するも、堀内光夫、長崎光太郎の争いに埋没し落選。2009年8月30日の 第45回衆議院議員総選挙に、再び、山梨2区から立候補し、堀内と長崎を破り初当選した。小沢一郎政治塾の4期生出身であり、党内では小沢グループに所属。2010年6月の民主党代表選挙では、タルトコン次の推薦人に名を連ねた。しかし、2011年の代表選ではグループが、カエダ万里を支持したのに対し、 坂口は野田義彦を指示。2012年に閣議決定された消費増税関連法案については反対する小沢一郎とは異なり、党において手続きを経て決定したことなので賛成するとの立場を取った。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では長崎に敗れ落選。2013年4月13日、 民主党山梨県連は同年夏に行われる第23回参議院議員通常選挙の山梨県選挙区の候補者として坂口を擁立することを決定したが同年6月26日に民主党を折り党7月21日投開票の第23回参議院議員通常選挙には無所属で山梨県選挙区から出馬するも時点で落選 同年12月14日、民主党に復党した2016年、民主党消滅と共に無所属。ありがとうございます。